皆さんこんにちは。皆さんは変換器に何を突っ込んでいますか？突っ込むものは大きく3種類に分かれます。左から大きく植物、生物、鉱石。と3パターンに分けることができ、変換後のアイテムがこの3種類に依存します。皆さんは、どの群が一番樹脂換算したとき、効率が良いと思いますか？はい、樹脂換算したときに最も良いのが右端。次が左端です。で、それなら鉱石がいいのかとなるんですが、違います。なんとなく英語を読めばわかるかもですが、武器経験値素材、相馬鉱込みの樹脂換算なんですよね。ですので、変換器で損したくない人は、一番左の群のアイテムを突っ込むようにしましょう。この中のどれかを突っ込めば、損しない変換器生活の完成です。ちなみに素材のレアリティには依存しないようです。細かい部分が気になる方は概要欄からチェックしてね。ご視聴ありがとうございました。